をしてたのかつてマルコス・オーバリーのカードはファルコンで結構一回ファルコンで当たれて、その時はオーバリーさんがもう倒してたっていう、あれはベヨネッタを見せて、まず見せていった。さあスタートだね。開幕、お互いドキドキです。スタンで、よすみ。ベヨネッタは上投げ、それからベヨネッタは上投げです。回避見てでいいよ。スタンによっては上強とか、あらコンボ落ちないで。まあ、あれ。さあ、空前から DA。ラインを確保する方が、こいつは上がれるか。さあ空中でちょっと浮いたことができなくなって、次 DA、 DA すごいですね。というと着地にちゃんと DA 合わせてるんで、まあ当たるんですよね。バスね、そうですね、回避してもそのペナルティーにはなる。うまい追いから着がリー掴んでいる下投げ、まあ、あんだけ DA を見せないとちょっと警戒してる。ラウンドテンションが反応できなかったし、あ、次掴みに来た。これはスポーツ。素晴らしいルマリコ選手の、まあベオの代名詞だ。はい。一射線にしていった。さあ様子見の上手をするが、これは反対側に避けている。下投げ。これは空が入らず。DA 強気。空中後ろ重ねてきた。これはマルコスみたいな感じしてる。焦りましたね。しっかりと素晴らしいですね。相手に対してプレッシャーをかけてくると、あのちょっと上がってから横ビート、あ、ちょっと遅いと1台が引っかかってしまう。おお、安定で勝っていく。中後ろ逆にそばかしたのはオバリン。どうだよ、さあコンボ入るか。さっき同じようにか、おいしく一回行く。さあしっかりと、しっかりと、まあ、ウェディの横ビの着地式の増幅に対して見てから投げましたね。下を見てから空へ入らないが、つかみすかしたところに空へ空を再び刺す。最初が当たってしまうが、これは苦しい展開ですね。最終段になった。さあジャンプ見て空中で、いや素晴らしいですね。出上がりを許さない。回収しましょうか。当たったからいいんじゃないですかね。スーパイボールレアスさん実況する？はい、1本目無事先ほどのカーを作って、オバリン選手、この強いですね。ウラズランずっと勝ち上がって、さあベヨネッタ、さあ、ゼロが、さあ、DA が通る。あ、うまい運び、これはもう箱に運んでいく。帰れるか。しかしさあこういうか、そうですね、トリッカーちょっとうまいタイミングを起こしたりすれば、もしかしたらですね、火力としては美味しい 100% 入ったと。そうそう、すごいですね。過去もあるんで、海外キャプテンジャックとかがやってくるんですね。首都圏届く。なかなか見ない卓ではありますが。
下投げ空中前。上指判定強い。さっきもやってましたね、この上指から上で暴れてしっかり追撃していきたい。前投げ、あー逆に丸子さんで怪しかった。もしかしたら血が入れてるんでしょうか。着用のおかげで受け身が取れない。おそらく上指に対してはおっとすぐにすかさず取り返していく。ちょっと悲しく苦しいですね。さっきこれ抜けられない。 20% ってなんだろう。上行きよ、上行きよ。これはコモが入るが抜ける。しっかり回避見て、スマッシュ追いかけていって、おっと知らない。スマッシュちょっと上は多分暴発ですね。試行回数があるので、まあ相手回避になってみた。ウガキソを出してってことで、あかんないですね。さあ、マッドウィズインガラグに当てて反撃。空中ショー、空中ショー暴れ。お互いに 暴れてますね。大丈夫、これでこれジャンプがないが返ってくる。ブーマイを重ねる。おっと、これはすかさずメスマッシュ。この試合で初めて見たんじゃないですかね、ビッチタイム。そうですね、ずっと見せていいな。まあ、当たれば勝てなんだよね。はい、当たっまあ忘れた頃に飛んでくるキタイム。まあ1-1なんで、ああマルコさんが選んだステージなんで、ここまで気を落とさずに来てもらって1本ここでしっかり次勝った方が一歩を進める。やはりダイが非常に大きく回らせられている。上上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 上強気な策を通すのがマルコさんの強みでも、またこれそんなことなく抜ける強いですね。しっかり強しいです。結構簡単なので反撃ができる。はい、 D が上がって、 D が上がって、まあ回避見て時間かけ1メーターで敵点しっかり抜ける。はい、さあ落とし10メーター回出せる。上に入るが、あ、これは抜ける。ほんと強い DA。 なんだ、 DA 何回どうか弱から見ている。上スマホ、あ、下投げ、これは後ろ投げ、展開を取っていく。ほんと空 N の持続が今のはちょっとわからないですね。地上にいるか、上にいるか、もうほんとにやり返しましたね。いや、座れてるんですね。あ、当たれば勝ちですからね。ちょっと悲しくて無敵時間でしたね。投げ切る前、当たる方が悪いですからね。これが北海道。さあ、道谷の反応。当たる、これは知らないんじゃないですか。火力が入っていく。ガンで、下投げ。下の回復したら、かなり 50% ですね。試合展開が高いので、やっぱり 1% が低いので、よく上がる。さあ、これはおお、どうだ、勝ったのはマルコス選手。ベオレッタの強さを見せつけました。素晴らしいですね。マルコさんもリベンジを果たしていく、はい。マルコス選手がナオさんへのリベンジ権を手に入れました。